Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tales of Berseria. Wir haben in der letzten Folge Karten gespielt und hier angekommen, wollten Medizin holen und jetzt gehen wir auch Medizin holen. Hallo! なぜ品切れになる？今が花の季節だろ。サレトーマの咲くワーグ樹林にゴーマが出てな。清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止？退治していないのですか？よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。100回に1回出くわすかどうかだとか。それ、危険じゃないだろ。だが、出会って生きて帰った者はいないんだ。海賊病、薬はない。清涼に妙なゴーマ。いよいよ死神の呪い全開じゃのう。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグ樹林に行けば、サレトーマの花は咲いてるのね。多分な。でもゴーマが。ワーグ樹林へ向かうわよ。Die Sail-Toma-Pflanze, die im Wagenwald wächst, sind ein zuverlässiges Heilmittel gegen die Kosanenplage. Allerdings gibt es in der Gegend viele gefährliche Dämonen. Man sollte sich vor den Ort fernhalten, die Abtei für gesperrt erklärt hat. Dorthin zu gehen ist eine wirklich schlechte Idee. Wir machen, was wir wollen! Weil wir es können! So, erstmal speichern. Ich brauche von diesem Meer. それは精霊の特殊な力ですか。ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話にわかには信じられません。死神の呪いは本物でぐ。僕がエレノア様から引き剥がされ、マギルー姉さんに踏んづかまったのも呪いのせいでふぅ。そうなの？エレノア様の涙が乾くよう、頬をふうふうした日々が恋しいでふぅ。え？ちょっと。ここでエレノア様に再び会えたのも不思議なご縁。改めてエレノア様のもとへ。好きにするがよい。いいんでふか？止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならな。結構です。私にはライフセットという守るべき精霊がいますから。そんな、今はライフセットに涙をふうふうしてもらってるのでほか。してもらってませんってば。もうあなたなんて知りません。ビエー、verkackt. Wie sieht das denn? Life Set ist so ein Kotos, das ist nicht. 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 Sehr gut. バツビオ。
Nein. Geh weg. Weg, du kleine Hexe. Sind das Stinktiere? Oh bitte, das stinkt mich nicht an. Ich will dir doch gar nichts tun. Bleib einfach weg von mir und wir sind Freunde. Klingt doch noch einen Plan, oder? Proper Plan. Elenoa, Kibun wa waruku nai? Ee. Ima no tokoro wa daijoubu desu. Nara ii kedo. Aizen no shinigami no noroi wa amaku mitara dame da yo. Sono noroi tte hontou nan desu ka? Dou mo shinjirare nai desu ga. そういうことを言っておると、急に腹痛になったり、靴ずれしたり、口の中に虫が飛び込んだりするぞ。虫？姉さん、適当なこと言って、エレノア様を怖がらせちゃダメでふぅ。これまでに、バンエルティア号を取り締まった海軍の軍艦が4隻も行方不明になっているとか、アイゼンが泊まった島の男がゴーマ病になったとか、肩がぶつかった人が笑いが止まらなくなって死んだとか。やめてください。そっちの方が怖いです。作り話だ。軍艦は7隻、島民は男だけじゃなく全員、ぶつかったやつは笑いじゃなくしゃっくりだからな。怖いです。だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。おう、それはそうだ。嫌な予感がしますね。うん。Oh, ich sehe die Fee. Seht ihr auch die Fee? Hübsche. Die werden wir zu Brei hauen. Muss die mehr stunnen. Ah, das sieht so cool aus. Was meint ihr? Cool aus.
It's a dead. Was haben wir jetzt eigentlich mittlerweile von den Seelchen? Aufgepasst. Jemand von euch aufgepasst? Aufgepasst. 31. 33, 33, 34, 35. Eingang zum Wagenwald. Wir sind fast da. Ich habe ein leichtes Déjà-vu gerade. なるほど。連動する。一般人の立ち入りを禁止するためにしては、ずいぶん念入りだな。確かに。Metallstoffbarriere der Abtei können nicht so leicht geöffnet werden, aber man kann sie mit Hilfe von Haltern bedienen. Die Barriere, die dazugehörigen Elemente aktiviert. Okay. Ich verstehe. やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ。だから必ず裏が出る。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるなら、その金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのも、その波長のせいなのですか。そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。証？錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ、一等タイマシのくせになんも知らんのじゃの。死神の呪い、聖霊も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて、聖霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか。疑り深い女じゃの。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは。ほう、そうくるか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか。あ、これは魔王ダオス。よく知ってるな。これはカーラン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。はるか古代の貨幣なのに、つい最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度を、はい、傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を硬くする加工じゃなかったか。勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。うん。形状記憶。うん。そんな技術が。
Da lernt er noch was Neues über seine eigene Münze. Aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.